個別教室のトライ上信駅前校です。本日は上信駅前校で先生として稼働している野村先生にインタビューしたいと思います。野村先生、よろしくお願いします。お願いします。はい、まずはですね、トライで働き始めたきっかけを教えてください。はい、私は勉強を教えることが好きだからです。高校に通っていた時も友達に勉強を教えていたりしました。はい、ありがとうございます。それでは指導中に意識していることがあれば教えてください。はい、私は生徒がどこまで理解しているかを確認することです。どこまで分かっているか、どこまで分かっていないのかを見て、分からないところがあれば立ち止まって教え、先へ進まないようにしています。はい、ありがとうございます。それではやりがいを感じる瞬間を教えてください。はい、生徒が分かったと言ってくれたことです。やっぱり自分の教え方で生徒が理解してくれるのは嬉しいです。はい、ありがとうございます。それでは最後にですね、うちの教室はここがすごいというところを教えてください。はい、自習室に毎日いろんな生徒が来ることです。うちの自習室はいつでも生徒でいっぱいです。サポートの先生もいるので、ぜひ自習室に来てください。はい、ありがとうございました。